えー、ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。えー、日本人の特徴っていろいろあるんですが、その一つとしてですね、まあ学校の間はもう学校で勉強し、塾で勉強し、受験で勉強して、つってまあ結構勉強づけの人が多いんですけれども、社会に出ますとね、まあ最近障害学習とか言ってもあんまり学習することってないんですよね。それで、まあ NHK をはじめとしたテレビとか新聞がですね、 まあ誰にでもわかるようにということで、非常に優しい解説とか、それからニュースなんかをやるもんですからね。えー、もう一個踏み込めないんですね。で、最近ではあのテレビなんかでも芸人が出ます。まあ芸人っていうのはなかなか人柄も良くて、僕なんかもテレビで一緒に芸人と随分やったんですけど、芸人に悪い印象はないんですけどね。ただ、芸人はやっぱり学問的に深いかっていうと、そんなに深くないもんですから。 やっぱりどうしてもこう割合とこう幼稚じゃないんですけど、諸外国から先進国諸外国から見るとですね、ヨーロッパとかアメリカから見るとやっぱりちょっとこう、社会で平均して共有している知恵っていうのが少ないとは言えるんですね。その一つの原因としてまあ日本が非常に平等だからっていうこともあるんですけどね。やっぱりヨーロッパ、アメリカは階級制ですからね。ですから上層部が議論する時ときと、 え大衆が議論するとかなり違うもんですから内容が。まあ、それもあるでしょうね。今日はそういうヘリクスはともかくとして、専門家っていうのは一体何なんだということをちょっとご説明します。これはあの、日本は本当専門家って非常に発達してましてね。むしろ明治に入るまでは日本の方が専門家っていうのがは,はっきりしてたんですけど、明治になりまして、 ヨーロッパの平等思想。まあ、平等っていうのは日本も平等だったんですけど、平等の質が違いましたんでね。だいぶ混乱しまして、今ではダメなんで、まず専門家っていうのをちょっとご、解説しておきますと、人間には守るべき、なんていうんですかね、こう、事柄ってあるんですね。ここでこの説明ですと、ちょっと見えますかね。例えば、えー、命令者と一番上に書いてあるやつがそうなんですが、例えば正義だとか、命だとか、 真理とか言ったもんですね。こういったものは、まあ、いわば人間共通に守っていかなきゃいけない社会で、正義は守っていかない、命も守っていかなきゃいけない。心理も、まあ、人間にとって非常に大切であるということになりますと、まあ、その一番最初に、その、担う人が学者なんですね。例えば正義だけこう説明、あい命がいいかな命がいいんですよね。命を守るっ,て言ったら、まず医学者ですよ。 医学者が病気やこういう病気があるとか、こういう風な薬を出すとか、こういう手術をするとかですね。まあそういう基本的なことを誰かがやらなきゃいけない。これがまあ医学者ですね。で、医学者は実は専門家ではないんですよ。これ学者ですから。これ一番最初に日本社会がまだ錯覚してるっていうか、よくよく考えてないっていだけですね。で、この医学者が命を守る方法をやりますと、そのものを使ってやるのが 医師とか看護師なんですね。医師とか看護師は、これが専門家って言うんですよ。専門家っていうのは、実は医者じゃん、あの、医学者じゃないんですよ。そこはまあ、絶対大切なとこなんですね。医学者はあ、命を守るための技術とか科学とか学問を発達させるんですね。ですからまあ、言ってみれば何やってもいいんですよ。例えば安楽死の研究なんてのはもちろんいいんですね。 え、もう非常に苦しんでいる人がいる。その人を穏やかにお亡くなりになってもらうにはどうしたらいいかっていうような研究もあるんですね。ところが、ここでいう専門家ですね。ここで言うっていうか、これは万国共通なんですが、専門家という列にある人。これはどういう人かというと、その直接的に社会がに患者さんがおりますよね。患者さんを医療でやる人です。だからこれは医療であり、これは医学なんですね。まあ言葉で言えば。 だから医学者が医学を作ると、それでそのうち、その中でですね、社会がいいよと、使っていいよというものを決めますね。これが医療になるわけですね。ですから、まあ、先ほど安楽死のことを言いましたけども、安楽死っていうのはあ、医学者は研究してもいいんです。ただ今は安楽死が認められておりませんね、日本ですと。そうすると、医療とか看護師さんが勝手に安楽死を患者さんに施してはいけないわけですね。 ただこの専門家っていうのはま特殊なもんで、えー、病気を治すためには人の体を傷つけてもいいんですね。例えば注射を。注射をするっていうのはあれ、点滴するとか注射するっていうのはあれ、障害罪なんですよ。あ例えば普通の人が、ちょっとあなた注射しましてブツッってやったらこれ障害罪なんですね。あの体に穴を開けますから <laughs>。だけども、医療関係者は障害者にならないんですね。ですから、 まああの、いろいろ注射を打つつっても、法律の改正を伴わなきゃいけないわけですね。で、まあ、ここでわかるように、人間が共通して守らなければならない命というものは、まず命を守る科学とか手段とか方法とかを発見したり、体系したり、体系づけたりするのが医学者。これ学者ですね。これ何やってもいいんです。社会に直接関係ないですから、自分たちでやればいいんですね。医学界で、わあわあわあやって、 まあこういうの人工心臓がいいんじゃないかとか、ね、そういうことをやることなんですよ。ところが、医者と看護師はこれ、あの、全然違うんですね。これはもう直接的に社会における患者さん、病気になった人を治療するわけですから。ですから、これには法律的な制限もあるし、それから社会のコンセンサスも必要ですね。社会がそういうことしていいよと、じゃないとですね。 えちょっと風邪をひいた、あ、そうですか、風邪をひきましたから、それじゃあ、左手を切り取りましょうって、これダメなんですよね。あの、それ認められておりません。まあ、そういうことで、普通には、この専門家というのはですね、国家試験なんかがあるんですね。つまり、なんで国家試験、国家が介入してくるかっていうと、医者とか看護師は国家試験を受けないたダメなんです。そこで、規制とか社会との間の関係というのは学ぶんですね。医学者は別に国家資格はいりません。 それから法律もそうですね、正義。え正義っていうのは、うん、やっぱり守らなきゃいけませんね。その正義をどうやって守るかっていうのは法学者がいましてね。まあ、その他にも関係するところがあるわけですがえ、そこが法律を作るわけですね。それがまあ国会で承認されて、裁判官。裁判官がですね、これはちょうど医療における医師と同じ専門家なんですね。 この人たちは法律は変えられないんですよ。